9回ツーアウト、このバッターを抑えれば甲子園常連海東高校に勝てる。よし、いやー、あとワンアウトなんだけどね。厄介なランナー出しちゃったね。ごめん。いや、しょうがない。もうあのランナーも足速いし、次のバッターも4番で当たってるし、もう多分普通にやっても勝てないわ。あれやるしかない。あれ、あれ、隠し玉、隠し玉やろう。よし、やりました。さあ、いいぞ、こっから、こいつも。あのファースト、どうした？すげえ。気合入ってんだろ。あいつたちやる気ちげえな。テンション高えな。最高。9回ツーアウト、このバッターを抑えれば甲子園に。これ全部ちゃんとスラッと言わないといけない。そう、スラッと言わないの。ノーカット。やばい、これ。いやー、あとワンアウトなんだけどね。厄介なランナー出しちゃったね。いや、誰だ、ごめんわ。いや、ごめんわ。うん、いや、あれは待てなんだ。隠し、あ、隠し。隠し。あ、ドバッとつける、うん、この上に。そう、その上にだね。この、うん、指の、あ、そうか、指つけてりゃいいんだ。オッケーオッケーオッケー、これでいこう、はい。よっしゃ、勝った、やったー。あ、もう一回。かっか。今週のお題は野球あるあるバット編。今月の MVP 賞はこちら。こちらの3つの中から1つを選んでいただきます。この後は次回予告。今回は毎日トレーニングシリーズ大会編。先人を見た天理の道も一歩からスタートまで3、2、